鳥の人です。今日はね、下久保ダム、こっちの歩いて行けるみたいなんで、ね、今まで来ようと思って来れなかったからね。晴れてます。ガサガサ言ってるなぁ。蜘蛛の巣が。なんか結構山の方に来たから、あの赤い橋、コンピラ橋、新井さん家のところよりちょっと手前だね、ここはね。で、結構寒いかなと思ったら、なんかそうでもないな。いや、これ明かりがある。なんかこういう、これライトいらねえんじゃねえか。カメラについてるライトだけで十分だ。明かりのある心霊スポットって久しぶりだな。あの、あれか、車来たらあれだから電気つけとくか、足元。これより奥行ったらコンピラ橋があるから、あっちだとクマが出そうなんだよな。
車来たな。ちょっと下に向けるね。結構距離あるな。これダムのね、欄干の上です。欄干っていうのかな、こういうのって、なんていうのか。10分しないぐらいか。言うてここの場所がね、あのトンネルで出たところ曲がるんだって言われてたんだけど、どこだか分かってなくて、今日久しぶりに来たらなんかすって分かってっつうか、地図を見てなかっただけなんだよね、カーナビを。そしたら普通に乗ってて、石碑じゃねえけど、なんかそこら辺にあるとこあるって言ってたけど、寒くなってきた急に。あ、風が出てきたな。立ち入り禁止か。はいはいはい。何？白峰公園。3キロ。車で行ってみるか。慰霊碑ってこれか。なんかこれといってはないよな。この慰霊碑に来てほしいっていう話ではあったけど、
なんかあれだな、なんか違うな。いつも真っ暗なところばっかり歩いてるからかなんかな。あっちになんか公園があるらしいけど、ちょっと歩きじゃ無理だこのまま。行くんだったら車だな。もう車来た。うわ、遠いな、向こうまで。結構あるな。やっぱダメだな、明かりがある心霊スポットって。なんか違うな。有名な場所ではあるけど、なんか違うな。なんか面白くないような、これじゃあ。後日もう一箇所のとこ行くか。もう一箇所のところはね、今まで行った心霊スポットの中でもダントツでもう行きたくない場所で、できればこのままスルーしようかなと思ってたんだけど、ちょっとね、せっかくこっちのカメラで来れるんだから、なんだったら行かなくちゃな。寒い。こういう、なんだろう、分かりやすく歩いてって問題ないですかって言ったら、まあ、大丈夫ですよってさっきあそこの事務所の人が言ってくれたけど、こういうところだとね、安心して映像撮れるんだけどね。いかんせん慰霊碑でも定点して車、でもカメラパクられたらあれだな。もうただただ今日はまっすぐな道路を映す動画になっちゃってるけど、見えないもんな、湖な。なんだあれ、ここにもなんか石碑みたいなのがあったか。なんだ、ビビらせんなよ。
下久保ダム。そうやね。お、車来る。車来るっぽいな。せいか来るような音が聞こえたんだけど、行って帰ってきて20分25分かな、だらだら歩いてるから。あ、やっぱ風が強い。秩父市の見どころ、流星会館。これメンマのだね、あの花の。え、ここ何？こんな知らねえんだけど、ここ行きてえな。東三角点のパノラマ展望台から奥秩父をはじめ上州日光なんて言うのこれ丹波八ヶ岳浅間山など360度のえこれどこで吉田町吉田にあるんだ。吉田はね、あの流星で有名なとこだね。ちょっと行ってみたいな。地元なのに知らないってね。なんかちょっとあれだな。ちょうど20分ぐらいか。もうちょっとなんかあるかなと思ったんだけど、何もないわな。
どうも落ち葉だろうけど、カサ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 言ってんな。あとなんかそこの通りがずっとチカチカして怖かった。来た。一周じゃないな、行って帰ってきてあれだね。はい、やめてこういうの、ほんとやめて。よし、下雲ダムでした。明日、そうだな、明日かまあ2日以内ぐらいにもう一箇所をちょっと行く予定なんで。なんだこっち。ああ、さっきのあっちの山道に出るんかて。 なんだって展望広場行ってみるか。展望広場はまた別の動画にした方がいいかな。はい、いや、一旦こっち切ろう。お疲れ様です。